セリヒオユリケ。はい、どうも、こんにちは、60です。いや、ポケモン GO、ハロウィンで、イベントでね、真っ只中ですけども、明日の火曜日にて、多分、確かね、終了だったような気がします。でも、このフィールムね、なんかね、なんか、破れちゃって、すごいことになっちゃってるんですけど、あとちょっとで、貼り替えたり、スマホを変えるんで、許してください。今日は、ポケモン GO の就学紹介です。ピチピチハネス。そういえばさ、このスタジオ久しぶり。それではハロウィンの収穫紹介。ゲンガー、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 ゲンガー。だけど今のは、ゲンガーを続けたじゃなくて、一応5体ちゃんとゲットしましたよ。1、2、3、4、5。まあ、田舎では結構取れた方なんじゃないでしょうか。で、進化1体で野生4体で捕まえられました。一番最強は CP が最強なのはゲンガー。990だった。って感じ。あとは、ゴースと結構取れました。というわけで、今日も、いつもの、まあ、ラッキーとかの、大量野生ゲットの、あそこへ行ってきましたよ。ポーレイズ、ミニリュウ、ウーバー、ガーディオ、2体。本日の目玉、球根でございます。素晴らしいですね、こちらの。すごいかっこいいですね、この目つきといい、あんなかわいいロコンからこんなかっこいいね。重い1001だったんで、まあまあ良さげかな。ちょっと強化させます。結構ね、球根かっこいいし強いからね、いいね。まあ、こんなもんにしときましょうか。で、今、コイキングの飴が、やっとですよ。やっと300いきました。もうね、田舎は辛いよ。あとね、100個でギャラドスできんで、ある企画をやっていこうと思ってるので、楽しみにしててね。で、一応ですね、ゲンガー。まあ、この弱いゲンガーだった気かな。これは、お姉ちゃんのスマホと2台で同時にゲットしたので、そちらの動画をどうぞ。ゲンガー2体出ております。まあ、それは2台だからね。はい、というわけでどうだったでしょうか。で、もう一つ動画撮ってきました。こちらのブーバーを捕まえた時の動画もあるので、どうぞ。はい、というわけでブーバー出ました。明るさ上げた方がいいかな。いいや。よいしょ。じゃあ、ズリの実さっき今上げたんで、ハイパーボールで捕まえていきます。ほい。オッケー。こい。おー、一発。やったね。こんな感じですかね。はい、というわけで今回ですね、こちらのポケモン GO の収穫紹介をしてきたんですけれども、さっき調べたらですね、ハロウィンイベントはあさっての水曜日まであるらしいので、本当のハロウィンはですね、今日の10月31日なんですけど、11月2日まで遊べるらしいので、ガンガンポケモンゲットしてみたらどうでしょうか。というわけで次回の動画でお会いしましょう。コーキー。なんかさ、これ横に持ったら壁にめっちゃ、なんか、ねえ、いじめる。12月公開。今日の動画面白かったかな？面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。60は毎日動画更新しているので、ぜひ見てくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。